こんにちは、ひろさんチャンネルのひろきです。本日はメガネ業界について業界研究を行っていきます。メガネ業界なんてそんなに興味ないんだよなという方も多いかもしれないですが、メガネ業界は今現在すごく変化がある業界なんです。最近メディアでオンデイズが有名になったかと思いますが、世界的にも視力改善の分野、こちらは注目が集まっていて伸びています。一方で日本のメガネ業界はトレンドとは反対に落ちてしまっているという部分があるんですが、なぜ業界全体の動きと反対の動きをしてしまっているのか、そういった部分もこの動画ではしっかり解説していくので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。また近しい業界でコンタクトレンズ業界がありますが、そちらは別の動画で解説しています。気になる方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。続いては日本のメガネ業界を代表する企業の売上高を紹介します。1位メガネトップ、売上高821億円。2位ジーンズホールディングス、売上高638億円。3位パリミキホールディングス、売上高440億円。4位ゾフ、売上高290億円。就活キャリアの悩みを無料、匿名、無制限でプロに相談できるのはキャリアオン。 98% の相談が1日以内に返信がもらえるので、面接前日の相談でも大丈夫。自分の知りたいことは検索でも解決できる。気になる方は概要欄をチェック。続いては日本のメガネ業界の現状についてです。日本のメガネ市場の動向を見ていくと、長期的には減少傾向にあります。この要因として挙げられるのが人口減少とコンタクトレンズの普及率が上がっているためです。しかし世界全体としては視力低下が進んでいるため、視力改善の需要自体は高まっています。メガネメーカー3社の動向を見てみると、ライフスタイルや価値観の変化に伴い、スポーツや趣味、目の健康など多様化する消費者ニーズをうまく捉え伸ばしている会社もあります。また海外市場においても、中国や台湾、アメリカでは堅調に推移し、 EC 事業を展開する企業においては国内海外ともに好調な売上の伸びを見せています。近年パソコンやスマートフォン、タブレット端末などの電子デバイスの普及により、眼性疲労や若年層のスマホ老眼が増加しています。またファッションの一部としてアクセサリー感覚でメガネを身につける消費者も増加しています。さらに高齢化に伴う老眼鏡や遠近療養メガネなどの需要も増えています。部分的には伸びている分野はあるものの、全体としての規模は縮小してしまっているような状況です。その縮小の一因としては、ジーンズやゾフのような低価格帯店舗が順調に伸びていることが挙げられます。低価格帯のメガネがどんどん売れることによって、メガネ業界全体の平均単価が下落してしまう。それによって市場の縮小が懸念されています。加えて雑貨やアパレル店においても、サングラスやフレームが低価格で販売されていることも単価下落の要因に挙げられます。このようにメガネ業界では販売価格の競争が激しくなっており、その結果利益確保が難しい環境になりつつあります。またここ数年のメガネ業界で人気を集めていたのが、スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトカットメガネです。この他にも各社は UV カットやスポーツ用メガネなど新たな機能性の高いメガネの開発を行っています。また各社は自社の強みが発揮できる領域に注力をして深掘りする、そんな取り組みをしています。オンデイズではメガネのファストファッションをコンセプトに、ファッション性とデザイン性を高める方向に舵を切っています。値段はフレーム価格のみと明確で、特に30代40代の男性からの支持を得ています。メガネスーパーを展開するビジョナリーホールディングスの躍進も目立ちます。低価格路線から顧客のニーズを丁寧に聞き取るスタイルへ方向転換したことが功を奏し、見事に業績を回復させました。目の健康寿命の延伸を掲げ、最大40項目もの検査ができるというきめ細やかな接客が好評で、40代以上の中高年に人気があります。続いては日本のメガネ業界の未来についてです。ここ数年メガネ業界は海外への展開を加速させています。国内への需要が減少している中、グローバル展開は各社にとって欠かせないものとなっています。ジーンズを展開するジーンズホールディングスは2010年に中国に進出、2015年にはアメリカおよび台湾へ進出をしました。2018年にはフィリピン、香港へ進出し、海外店舗数は2022年で235店舗にも上っています。オンデイズでも同様に海外進出に力を入れており、アジアを中心に出店し、台湾、香港、インドネシア、ベトナム、シンガポール、タイ、インド、カンボジア、フィリピン、マレーシア、オーストラリアなどの11カ国で275店舗もの展開をしています。さらにアジア以外にも2021年には UAE に進出したり、今後はアフリカへの出店も発表しています。一方でメガネトップは他社に比べ海外展開が遅れており、2020年の台湾出店が海外初出店となり、2022年時点では台湾の中で計18店舗を展開しています。業界全体としては国内で今後少子高齢化による人口減少に加え、低価格帯路線の店舗拡大であったり、コンタクトレンズの普及によって市場は縮小していくと見られています。こうした市況からメガネ業界では今後も人口の増加や経済成長が期待できる海外での展開が進むと予想されています。続いては採用についてです。メガネ業界で採用ボリュームが一番多いポジションは店舗での接客スタッフになります。その店舗勤務になる方の中で、入社後にこんなはずじゃなかったとミスマッチを感じる方が一定数発生してしまっているので、その理由を解説していきます。結論から言うと、ミスマッチの大きな原因は思い描いていたキャリアを描けないになります。メガネ業界を目指す方の中には、お客さんに喜んでもらえるような商品開発をしたいであったり、将来的には本社に行って採用に携わりたい、そんな思いを持つ方も多いです。一方で実際に入ってみると、本社で働ける確率は想像以上に低く、現実的には店舗で働き続ける期間が長くなることが多いです。その結果、ずっと店舗でこの業務をやるのかと、現実と自分の目指す理想のギャップに苦しんで、短期間で退職を選ぶ方が発生してしまっています。なぜ店舗勤務が多くなるのかというと、売り上げを作っているメインが店舗になるためです。メガネ業界に限らずですが、店舗を構えて商品を販売する、そういった業態の場合は、本社人員を増やすことにお金をかけるよりも、店舗をどんどん拡大していく、そこで働く人を増やしていく方が売上利益が増加します。そのため、できるだけ本社人件費を少なくして、店舗で多くの人に頑張ってもらう、これが大切になります。一方で採用の面接や説明会においては、店舗でしっかり経験を積めば将来的に人事や商品企画開発などにも挑戦することはできますよ、みたいな話をしてくれます。もちろんこれ自体は嘘偽りのない事実ではあるんですが、何年でどのような実績を出せばどれぐらいの確率でいけるのかという部分を考えると、ビジネスモデル上実現可能性が低くなってしまいます。そういった現実を知らない状態で入社して、店舗に配属された後に目の当たりにして、これは想像と違うな、このようになってしまう方が多いです。さらにメガネ業界は過去15年で市場規模が3分の2になるほどに縮小が早い業界です。今後も人口減少、コンタクトレンズの普及、それ以外にも ICL などの眼内コンタクトレンズの普及やレーシックの普及などによっても市場が縮小していくことが予想されています。縮小していく分野で経験を積んで詳しくなったとしても、そのスキルや経験が活かせる場所は減っていってしまうかもしれません。市場からのニーズが下がってしまうと、その分野のプロだったとしても高い収入を得ることが難しくなっていきます。メガネが好きだからメガネ業界に行くんだというふうに、今の好きを大事にして会社を選ぶ方も多いかもしれませんが、その気持ちを大事にしつつも、就職先を選ぶ際には将来のキャリアという部分もしっかり見据えた上で、後悔の残らない選択をしていただければと思います。それでは最後に業界を代表する企業の平均年収をお伝えします。メガネトップ平均年収392万円、ジーンズホールディングス平均年収338万円、パリミキホールディングス平均年収554万円、ゾフ平均年収327万円。以上がメガネ業界の業界研究となります。この動画が皆さんにとって少しでも参考になっていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。